皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは未来に持っていくものを決めるということについてお伝えしてみたいと思います。この考え方っていうのはおそらく、断捨離と似てる部分はあると思うんですけれども、今自分がここにいる現状に対して未来に持っていくものを決めるっていうことは、今例えばすごくドロドロした感情を持ってたりとか残念な感情があったとして、それをさらにその先どれぐらいまでずっと思い続けますかみたいな話に近いことがありますよね。ですから全てをね忘れたらいいっていうふうに言ってるわけじゃないんですけれども、結局その明日明後日1ヶ月3ヶ月1年後までその感情を引きずるかどうかっていうことなんですよね。だから未来に持っていくものっていうものは、自分が今ここにいる状態からさらにその先に対して自分がどういう自分でありたいのかっていうことを考えた時にですね、不必要なものは持っていかない、捨てる、ないしは忘れるということがおそらく必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。で、特に辛いこととか悲しいことっていうのは、インパクトが強いので何度も感情的に反芻してしまうことってあるんですよね。で、それは分かります。私もそういう経験はあるので分かります。ただ未来を見据えた時にそれは持っていきたい思い出なのかということを考えると、どこかの段階で整理するとすっきり体も軽くなるので、いろいろな新しい感情とかそういうものを受け入れる余地が出てくるんですよね。だから今見えてない状態だと闇雲、本当に闇に雲みたいな形で何も見えない状況の時もあるかもしれないんですけれども、それでも未来にもしも光が見えるのであれば、その闇というか雲ですね、それを取り払うことでその光は多く入ってくるわけですよね。ですから未来に持っていくものを決めると今の状態まで光が差してくるっていうことになるので、一度本当にそれは手に持っている必要があるのかどうなのかっていうのを考えてみるのもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。それでは